タッフさん、いってらっしゃい。いってらっしゃい。スタッフさん帰ってきた。お迎え行こう。うん、チャイは違うからね。トイレ行くだけだからね。よし、かりん隊長、視察に行ってくるであります。頼んだぞ、デブ猫隊員。セクシー隊員、しっかりと励んでいるかな。ふむふむ、衛生上の問題もなさそうだ。お、ここはなんだ、怪しいぞ。ん、キャメラだ。よし、問題ない、さらばじゃ。カリン隊長、なんだ。お米を研いでいたであります。そうか、視察ご苦労であった。ちょっと様子見てくる。しくよろ。スタッフさん、いつまでやってるんだ。容器の上でちま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 と、もう見てらんない。チャイちゃんどうだった。ああ、大変よくやっておりました。嘘だ、チャイちゃん吠えてたじゃん。人生楽あ略もあるさ。スタッフさん、まだ、うん、もう知らないんだからね、ぷー。チャイもう痩せちゃうんだからね、ぷー、うん、チャイちゃんがごねてる声が聞こえる。様子を見に行こう。チャイちゃん、スタッフさん、あれ、どこだ、どこにいるんだ。カリンちゃん通り過ぎてる。あれ、いないな。カリンちゃん、豚のぬいぐるみと頼りない末っ子長男おじさんしかいなかったよ。チャイちゃんいた。ずっとここにいたよね。チャイちゃん置物に見えたんだよ。どのような。豚の置物、オードリー・ヘップバーンの置物。チャイのサイズは小さじ1。小さじでも余っちゃうかも。すごく細くて小さいからね。え、そうでしょ、カリンちゃん。そうだね、小さじでも余るかもね。スタッフさん、ファイター。よし、お掃除のチェックだ。カリンちゃん好きだね。今日はここはいいや、もっと気になるところを見つけたからね。うわー、すげー、ここ、鼻の下とか痒くなっちゃう。うわー、切ってね。
嘘でしょ。どうしたの？スタッフさん指怪我してる。おう、さすがスタッフさん、どんくさいよ。スタッフさん、傷口メロンメロンしてあげようか。スタッフさんファイト。食欲の湧く香りアタック。あー、かわしてきた。やはり呼ばれたかな。四十肩かな。運動しましょうね。お、スタッフさん、毎回そうやって撮影してんの？めんどくさ。最近の狩りの悩みは猫背。諦めないぞ。よし、ストレッチだ。首を伸ばすようなイメージで。1、2、3、4、5、6、7、3の倍数でアホになってる。ゴー。また揚げ物するの？またみんなにコレステロールおじさんって言われるよね。うん、そうだよスタッフさん、俺たちも若くないんだからさ、体に気をつけた方がいいよ。今日は撮影だから仕方ないけど、普段は気をつけましょうねって。どこ撮ってんの？残念ながら店おパンティ履いてます。でも隠しちゃう。油が飛ぶから離れてよ。そんなに？油はね、もう結構飛ぶから、自分が思った以上に距離を取った方がいいよね。この辺りだったら多分大丈夫でしょう。絶対大丈夫だよ。やだ、油飛んできた。嘘つけ。スタッフさん、ストロー落ちてる。ストローそこなんだね。ああ、またなんかいい香りしてきたね。え、あー、この香りだけでご飯何杯もいけちゃうね、カリちゃん。スタッフさんの横目で見ながらカリカリを食べよう。あー、ライスは人間にしてもらおう。あー、それもいいけど、やっぱりカリは猫かな。なんで？家でゴロゴロ最高。じゃあちゃい、ライス人間になったらカリちゃん飼ってあげる。いや、それはいいかな。いいよいいよ、遠慮しないで飼ってあげる。来世も楽しみだ。よし、
すぐ食べれるようになんか準備してくる。なんかできることないかな。よし、あのなななななななよし、何か準備しよう。うん、いつも使ってるテーブルってどこだっけ。うん、いつもどこ閉まってるだろう。見当たらないね、かりんちゃん。うん、お手伝いできないね、ちゃいちゃん。スタッフさん、いつものテーブルどこ？スタッフさん、いつものテーブルチャイたちで出しておこうと思うんだけど、どこだったかしら。スタッフさん、ごめん。ごめん、スタッフさん。どこだったっけ？こっちの方だったことは覚えてる。ああ、それだ。あ、それか。ああ、全然気づかなかった。あ、これこれ。ああ、これこれ。スタッフさん、ありがとう。おー、早い。もうできたの？おー、すごい、スタッフさん。よし、食べよう。いやー、お腹すいた。え、まだかよ。ちょっとスタッフさん、やる気出しすぎじゃありませんか？そうだよ、スタッフさん、もっとゆるくいこうよ。おいしょ、かりんちゃん。なに、ちゃいちゃん、なに、あれ、ちゃいちゃんいない。どこ行ったんだ。隠れてんだな。すぐ見つけちゃうよ。この上か。あ、ちゃいちゃん、みっけ。あ、見つかっちゃった。うん、瞬殺だぜ。あ、できた。どれ。ああ、ご飯にしよいまち、薄切りマグロさんが聞いてて、これ美味しいね。カリもそう言おうと思ってたよ。
ごちそうさま。お先。ちゃーちゃん先早いな。ちゃーちゃん食べた後寝てる牛になるぞ。ごちそうさま。あー美味しかった。またよろしくね。どこまでも限りてく。どこまでもお腹いっぱい食べても日差しに当たればゼロカロリー。あー口の奥に薄切りのマグロ様だった。メロンメロンメロン。目指せ1000いいね。チャンネル登録をしておくとカリたちの動画が見つけやすくなるよ。そしてベルマークを押しておくと動画がアップされたらお知らせが来るよ。あなたにおすすめの動画。手羽先と天むす美味しそうだったよね。でもチャイ名古屋だったら味噌煮込みうどんが食べたいよね。あーいいね。チャイちゃんは山本屋本店派それとも総本店派？おしんこのついている本店派。